画面上の9対7です。ここは外から中村宏が打ってきた、決めた。まあ今シーズンはキャプテンとして関東大学バスケットリーグでこの大東文化大学自身がこのリーグ初優勝と。ハリルソン、ここは切れ込んでいった橋本、拓也、続き中村宏が入っています。大阪、その中村宏いきなりいった。昨日加入が発表されました今村拓夢が入っています。 B リーグデビューを果たしている今村、ここは決めてきた。ここも速いボールの動きでした。内海、が遠目から打つ、決めた。スリーポイントシュートきました。シュートまでは行ったんですがシュート落ちました。ハレルソン決めた。いい形でストップ入りました。松井、伊藤達也フローター、決めてきた。そしてバスケットカウント、どうするか、振りを作った松井だ、しかしお水を取ってサイモンです。同点。じっくり攻めて、ここも今度が打ってから決めた。サイモンがこれもシュートを打てない。伊藤達也が走る、そしてアイラ・ブラウンだ、バスケットカウント。アイラ・ブラウン、この前のところですね、はい、ここでもうほぼ前半ですとスコア入っているところに伊藤選手が入ってボールを取りに行っているというところが大きいですね、はい、ファウルをしたのは松井でした。残り10秒切る。サイモンがダンクだ。もう一度リプレイで見ないとわからないですね。はい。マブンガーファウルだ。そしてバスケットカウント。マブンガも今持てるんだったらもう自分で行こうという形ですか。そうですね。スペースが空いてたので。スプリンを使って中村宏夢落ちる。リバウンドはハレルソン。振って伊藤達也カットした。さあここは中村が1カットして。さあ松井だ。来た。5点は大阪、サイモンのシュート決めてきた。残り0秒1、ここで試合終了。京都ハンナリーズも粘りました。